はい、おはようございます。おはようございます。今日はどこ行きましょうか。エプコット。エプコットですね。うん、じゃあマジックバンドつけて行きましょう。いいね。うん、はい、バッチリバッチリですね。シュピン。この借りてるシボレーの車、カープレイに対応してるんだよね、うん。ちょっとやってみようか。ユシン君、このパパの iPhone をつなげてください。で、USB ライトニングがここにつながってます。そうするとどうなるかっていうと、カープレイ。こう、カープレイってこう出るのね。お。で、こんな感じでホーム画面がこのねディスプレイに出てくるんだよね。しかもこれタッチディスプレイなの。これちゃんとこう反応するの。で、Google マップじゃなくて Apple のマップなんだけど、うん、これで行き先設定するとここに、ね、本当に普通のカーナビゲーションみたいな感じで出るんだよね、うん、すごくこれ便利だね、うん、ただちょっと残念なのが音楽は聴けるんだけど映像を見ることができないかな、うん、しんくん、エプコットの駐車場ですね、うん、ここはちゃんと駐車場あるね、うんうん、だけどすっげー遠いとこだあそこにあのボールがありますけども暑いね暑いね、でここからトラムみたいなの乗って入場ゲートまで行かなきゃいけないですね、はい、遠い。エシン君来ました。エプコットイエーイデイジーだ。スペースシップアースだよ。久々だね。そうだね。えちゃんこれ好きだもんね。OK。どうだった？楽しかった。すごい眩しいね、外出るとね、うん、眩しい。そんなに暑くないかな、今日はね、うん、本当だ。ちなみにエプコットの中にもスタバがあるんだよね、うん、すごいよね。はい、ここだ、クラブクールね。世界のコーラが飲めるとこです。ちなみにタダだよね。タダで飲めます。ファンタパイン。ファンタパイン、うん、はい、飲んでみて。おいしい。おいしい。パパはいつもこのインカコーラにしてます、うん、これおいしいんだよ、うん、ディズニーライトセーバー。ディズニーライトセーバー、キランキランやな。ちなみにここは姉ちゃんコーラショップなんで、一応コーラ系のグッズが揃ってますね。これ何？あ、ここキャップ大きい。面白い。こんなのもあるんだ。はい、ということで、これからソアリンだね。うん。ザランドってところにありますね。うん、ソアリンに行きたいなと思います。はい。すごい。あ、リスだ。登った登った。ああ。オッケー。靴下脱いや。靴下脱いだの？うん。なんで？マジで楽しいんだ。浮遊感を味わいたいの？うん。そういうことですか。ソアリンの近くのフードコートでお昼ご飯食べます。エイシン君これだね、うん、キッズミールってやつね。チキンとご飯とポテトだね、はい、あとチョコミルク、はい、パパサーモンとご飯とミックスベジタブルみたいなやつね。あとコーヒーです。これね、ご飯じゃなかった、グリッツって言うんだって、うん、すごいね。初めて食べたけどまあまあ美味しい。美味しい。ごちそうさまでした。いやー、ご飯美味しかった。
暑かった？うん、はい、これからミッキーに会いましょう。ここね、エプコット、キャラクタースポット。イエーイ。はい、それで、イエーイ。同じ耳だって。同じ耳だって。スティッチだって。やれたね。誰が一番良かった？全員良かった。良、うん、かった。じゃあちょっとここでお買い物します。すごい、これコスプレグッズが。おー、いいね、これ。あー、こういう、今ほらここ取り外してキーチェーンみたいにできるんだ、カラビナ。そうそう、ここ取り外してこっちに取り付けてやれるんだ。こういうのが今あんだね。これいいね、すごい綺麗。ちゃんとウォルトディズニーワールドって書いてあるし、これマイティの皆さんにプレゼント企画にしようかな。グランフェアスタツアーボートクルーズってのになります。少し涼しい。はい、そんなわけでエプコットは今日はこれでおしまいですね。一旦お家帰りましょう。お家っていうかホテルか。シュピン。毎度おなじみシュピン。暑いって。さっきね、一旦ホテルに帰ってきて、うん、あのゲーム隠されたとカメラ隠された撮影しましたね。はい、で、これからちょっとねディズニースプリングスっていうショッピング街みたいなところ、うん、街があるんだけど、そこにお買い物行くんだけど、うん、あそこまたすっげー降ってる雨。うわー、あっちの方なんだよね多分ね。うん、まあ、とりあえず遅くなる前にお買い物済ませちゃいましょう。はい、シュピン。毎度恒例シュピンタイム。ディズニースプリングス到着したよ。買い物だね。あ、いいね、かっこいい。おいで。これオーナメントだよ、クリスマスの飾り。あ、いいね。エプコットとマジックキングダムとハリウッドスタジオとアニマルキングダムか、うん、入ってんだ全部。いいじゃんこれ、うん、すごいかわいい。あ、これもちゃんとあれなんだ、ディズニーワールドなんだ、ほら、うん、ねえ、疲れた。買い物って疲れるね。グーフィーズキャンディーズコーポレーション。相変わらず甘い匂いがするね。疲れました。はい、そんなわけでですね、今日はフロリダ何日目？4日目、うん、4日目かな、でしたね。3日目？4日目だね、うん、はい、
今帰ってきて、なんと9時27分結構な時間だね。ほぼほぼ9時半だね。なんとこっからお昼ご飯じゃない、夜ご飯を食べなきゃいけないので、今日はこの辺りにしたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもとコンテンツますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はここあたりかな、はい、こんなあたりをよろしくね、ということで今回はありがとうございます。バイバーイ。